イタリア領東アフリカは1936年5月9日に成立したエチオピア、イタリア領ソマリランド、エリトリアの3地域を合わせたイタリアの植民地。形式上ではイタリア王国と同君連合を組む東アフリカ帝国とされていたが実質上ではイタリアの植民地であった。約5年後に解体された。エチオピア地方はヨーロッパとアジアを結ぶ。 最大航路である航海の南部に面しているため、インド・アジア貿易に関する重要拠点となる土地であった。1880年代に始まったアフリカ分割において、イギリスが植民地化を進めた。フランスはアフリカ大陸を南北に伸びるイギリス植民地の分断と内陸部の石炭に興味を示していた。イタリアは植民地獲得に出遅れており、 北アフリカの空白地帯への進出、獲得に乗り出していた。イタリアは1870年代に、公海南部に面したエリトリアを民間会社を通じて、買収し、事実上の植民地化を行った。後にヨハンネス4世と対立したイタリアはヨハンネス4世が、後継に指名した、ヨハンネスの義前の子漫画者と対立したョアの王、ベネリク2世を支援し、 内戦に勝利したメネリクの即位後、1889年にウッチャリ条約を結び、翌年正式に植民地化した。エリトリアはエチオピアの北に接する地域である。1889年にはエチオピアの南東に接するイタリア領ソマリランドを獲得した。エチオピアの北と南東を獲得後、南、西、東を植民地化していたイギリスの支援を受け、 1896年にエチオピアの保護領下を開始する。ところが、航海の出口であるジブチを獲得し、エチオピアの首都アディスアベバとの鉄道も付設していた、フランスがエチオピアを支援したこともあり、1896年3月1日、エリトリア国境にほど近いアドアの戦いで大敗を喫する。これを第一次エチオピア戦争という。この時軍事的に勝利したため、 エチオピアはリベリアと並んでアフリカ大陸の数少ない独立国として残った。しかしイタリアはアフリカにおいてイタリア領ソマリア、エリトリア、リビアの3カ所しか植民地を保有していなかったため再度エチオピア獲得を目指した。1934年にエリトリア、エチオピア国境で発生した銃撃戦は一旦は平行渉の形を取ったものの 1935年10月2日にベニートムッソリーニがエチオピア侵略を開始。これを第二次エチオピア戦争というエリトリアとソマリランドから侵入し、1936年5月5日にはエチオピアの首都アディスアベバが陥落。5月9日にはイタリア領ソマリアとエリトリアを合わせた東アフリカ帝国が建国され、 イタリア国王であったビトーリオエマヌエーレ3世がその皇帝となった。また、エチオピア侵攻の最早司令官だったピエトロ・バドリオが副王、ついでアディス・アベバ公爵に任じられた。エチオピアは1923年に国際連盟に加入していたため、エチオピア皇帝ハイレセラシエ1世は連盟に援助を要請した。しかし、連盟の加盟国間での意見は一致しなかった。 ソビエト連邦はイタリアの行為を侵略と認めたが、当時共産主義国であったソ連と対立していたイギリスとフランスはイタリアとの戦争を恐れイタリアの行為を承認。結局、連盟の採決はイタリアを処罰しないというものになった。その後、イタリア人が移住する入植の推進が始まる。イタリアはアディス・アベバの町をイタリア領東アフリカの首都とし、 道路網の建設と農業プランテーション肉製と軽工業を中心とした工場の建設を進めた。銀行制度や独自通貨発行、郵便制度なども整備した。しかしながら、特にエチオピア地域で反発が強く、植民地経営はなかなかうまくいかなかった。約4年後の1940年6月10日にイタリアが第二次世界大戦に参戦すると、 周囲のイギリス植民地との戦いが始まる。一時はケニアやスーダンにイタリア軍の攻勢が行われ、1940年8月にはイギリス領ソマリランドを占領した。1941年初頭よりイギリス軍の反撃が開始され、イタリア軍は劣勢となり、1941年5月5日にはハイレセラシエ一世が首都に再入場。 1941年11月28日には、エチオピア内の全イタリア軍が降伏した。1943年には、連合国へのイタリアの降伏に伴い、すでに名目上の皇帝となっていた、ビットーリオ・エマヌエーレ3世が退位した。敗北したイタリア軍のうちの7000人は、北アフリカの数軸軍が進撃してくることを当てにして1943年9月まで、 ゲリラ戦を展開した。エチオピアはサイドエチオピア帝国として独立、一旦イギリスの影響下で自治体制にあったイリトリアを1952年に連邦国家として組み込み、1962年から1993年までエチオピアの一州とした。イタリア領ソマリランドは連合国の占領を経て、1950年から1960年まで、 イタリア信託統治領ソマリアとして信託統治下にあったが1960年にイギリス領ソマリランドとほぼ同時に独立、統一国家となった。ありがとうございます。